うん、そうだね。バレンタインデーについてはもちろん知ってる。他の英霊たちと比べれば、私の出身地域はあなたとそう変わらないのだし、つい相手の常識の守備範囲を気遣っちゃうの、わかるよ。サーヴァントに囲まれてると、そういう癖つくよね。ヘイシム、環境を静かな市街に変更。トレーニングの最中に関係ない話でごめんって？いいよ、全然。ちょうど休憩にしようと思ってた。ああ、そっか。バレンタインの起源といえば、聖ヴァレンティヌスはローマの司祭だった。じゃあ、割と関係あるのかもね。そう、なるのかな。そこは私の趣味みたいなものだけど。え？もちろん、当然、当たり前だよ。甘いものに無関心な人はそれなりにいるとしてもさ、ローマに何の感銘も受けない人間なんているのかな。この背景映像モデルも出来がいいよね。出身の英霊たちの印象がフィードバックされてるみたいだし、演出担当の技術者が相当な凝り性だったのかな。敵の戦闘パターンは少し単調で物足りないけれど。対人形式で模擬戦を？皇帝陛下の方々に？そんな、恐れ多いから。それで、バレンタインデーの話だった。知ってるって言っても、ただの知識としてだ。私が知るバレンタインは、レプリカだから。私のいた世界は大きな戦争で、聖杯戦争のせいで、一度壊れてしまったからさ。途絶えてしまった文化を取り返そうとして、必死に頑張った。残された大人たちがね。でもあなたはさ、本当のバレンタインを知っているのでしょ？それは本物だもの。書物で読んだだけの英雄たちの物語と、目の前にいるサーヴァントのありようほども違う。生きた文化を知る人だ。誇っていいと思う。貴重な証人だよ。だから、実は興味があって、よければさ、模擬戦をさせてもらえないかな。貴重な機会だもの。ちゃんと知りたいんだ。要するに、愛情表現の一種なんでしょ？確かお菓子とか贈答品の交換をするんだよね。ジェンダーの要素が重要だったはず。じゃあさ、仮にだ。私たちが互いに恋愛対象というふりで、ひとまず私からあなたに送るってことでいい？激辛サプライズチョコ？まさか、そんなの別にさ、誰も驚かないでしょ？まずはチョコを加えて、全裸になって自分の体をリボンで丁寧にラッピングする？というのは、かなり特殊な例なの？知ってた。もちろん知ってました。じゃあ、一枚の板チョコを二人で両端からねぶっていって、よだれを我慢した方が勝ちのチョコレートゲーム。っていうのも、そうだね。フィクションだよね。そんなのあるわけないものね。話が違うんですけど。なんでもない。でも、もしかしてさ、年の数だけベッドに麦チョコを巻いて文字を書くのも、下着に隠した場所を探るチョコ当てゲームも、口から出まかせみたいなものだったり。そんな、恥ずかしすぎる。私の歴史観って一体。
そこまで言うなら、あなたから直接見せてもらえない？人類の伝統文化、真実のバレンタインの木を、さあ！え？それだけ？ごく普通のチョコでいいの？なんだか、じゃあ、とてもシンプルなんだね。そうだね。シンプルなものが、私は好きだ。なのに、私、形から入ってばかりでダメだな。それに、恋愛ってのもさ、私は経験がなくて、だから本質的には理解できてない。多分ね。だから今は、友チョコっていうので、まだ精一杯かな。それなら私ももらったことがあって、あの経験がどれくらいバレンタインらしかったのやら、ちっともわからないけどね。そんな話でいいの？まあ、あなたがそれでいいならいいけど。あれは、あいつがさ、私の数少ない友人の一人で、まだ男の子みたいな格好をしてた頃で。